ちは、仙台 89ers 男子チアハックルズ、ハックルズの柳裕介です。ハックル、ハックル。さあ、今回も始まりました。みんなで作るファンクラブ、ミンチク。初めて動画をご覧にいただく方もいらっしゃると思いますので、さらっと企画の説明の方をさせていただきたいと思います。ミンチクとはみんなで作るナイナーズのことでございます。新しいシーズンはより仙台 89ers を盛り上げたい、みんなでナイナーズを作っていきたい、そんな思いからミンチク企画を立ち上げました。詳細は前回までの動画ぜひご覧いただきたいと思います。さてさて、前回に引き続きまして、ファンクラブ担当ナイナーズ職員ミンツクコさんにお越しいただいております。ミンツクコさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も可愛いですね。ありがとうございます。さあ、ミンツクコさんと一緒にやってまいりましょう。ミンツク企画の第1弾はみんなで作るファンクラブ、クラブナイナーズの入会特典グッズのデザインを決めようということで、今回新たにミンツクしてまいりますのはプラチナゴールドメンバー特典のオリジナルパーカー、そしてイエローメンバー特典のオリジナル T シャツでございます。まずこの2つの特典のボディの方をお披露目したいと思います。はじめにオリジナルパーカーはこちら、じゃん。はい、シンプルなイエローなボディでございます。昨シーズングッズで大人気だったパーカーがついにクラブナイナーズの入会特典として登場いたしました。試合観戦にはもちろん、普段着としてもぴったりですよね、ミンツクコさん。はい、はいですね。次にオリジナル T シャツはこちら、じゃん。はい、シンプルなイエローボディの T シャツでございます。試合観戦に必須のアイテム、皆さんこれを着てさらに熱い応援をお願いしたいと思います。今回もたくさんのアイデアやご意見が寄せられたのですが、やっぱりアリーナをナイナーズイエローに染めたいと、というね、応援したいという意見が非常に多かったんですよね。というわけでボディはこちらのシンプルなナイナーズイエローをベースでご用意させていただきました。またパーカーと T シャツにはそれぞれこの辺り、ミンツクコさん真ん中辺り、真ん中あたり、はい、このあたりに、パーカーと T シャツ同じデザインのロゴが入りますので、そちらもお楽しみにしていてください。 T シャツとパーカーのデザインは事前に皆様からこんなデザインがあったらいいなという自由なアイデアを募集させていただきました。たくさんアイデアをお寄せいただき、皆さんどうもありがとうございました。皆様のアイデアの中から協議させていただき、デザインを5パターンに5つに絞らせていただきました。この5つの中からさらに皆さんにご投票いただきまして、大決定してまいりたいと思います。それでは、まだ仮のデザインなんですけれども、5つのパターンご覧いただきたいと思います。まずは A パターン、こちら、じゃん。 A パターンは非常にシンプルな、左胸に小さめのロゴ、クラブナイナーズというねロゴが入っております。控えめでちょっと可愛らしいですね。続いて B パターン参りましょう。 B パターンはこちら、じゃん。はい、ちょっとおしゃれですね。はい、クラブナイナーズの文字が入っているんですけども、ナイナーズはブラックでシンプルに、クラブの文字はですねちょっと流れるような文字で、非常におしゃれなロゴになっております。こちらが B パターン。続いて C パターンはこちら、じゃん。はい、こちらもシンプルですね。はい、クラブナイナーズの黒い文字、非常にスポーティーなデザイン、はい、シンプルにしてほしいという意見が多かったので、こういったデザインを考えてみました。続いて D パターンはこちら、じゃん。これはもうカメラ越しにもね、ごついロゴが見えてると思います。ごついけれどもちょっと可愛らしいですよね。真っ白な太い文字でクラブナイナーズの文字が描かれております。5つ目 E パターンのデザインはこちら、でん。はい、可愛らしいデザインとなっております。ティナがねちょこんとこう覗いてるんですけども、可愛いティナ、覗いてるティナはどうでしょうかというご意見も多数いただきましたので、こういったデザインを考えてみました。以上5つのデザインの中から皆さんに投票していただきたいと思います。さらにパーカーのデザインにもこだわりがありまして、なんとこのパーカーのポケットのこの辺りにもタグが入る、そして紐、この紐にもなんとですね 89ers など、文字を入れる予定となっておりますので、非常におしゃれなパーカーが出来上がる予定なんですよね、ミンツクコさん。はい、ということで皆さんの声をもとにデザインが決定します。ぜひご投票いただきたいと思います。投票方法は下の概要欄の方からお願いします。
そして今回をもちましてミンツク企画第1弾みんなで作るファンクラブのクラブナイナーズ入会特典グッズのデザインを決めよう編はひとまず終了でございます。皆さん最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。皆様からいただいたアイデアをもとにデザインを最終決定し発表は7月下旬を予定しております。ぜひお楽しみにしてください。そしてクラブナイナーズにご入会いただいていないそこのあなた、まだまだ間に合います。ご入会の方法も下の概要欄の方からお願いいたします。皆様のたくさんのご投票お待ちしております。